セラフィナ・スフォルツァは、イタリアの貴族の女性で、修道女。スベバダ・モンテフェルトロとして生まれ、夫であったアレッサンドロ・スフォルツァから離縁された後、クララ童貞会の修道女となった。1754年に、ベネディクトゥス14世により、伏者と認定される。記念日は9月9日とされ、フランシスコ会により祝われている。1434年の前半頃、セラフィナは、ウルビーノにおいて、ウルビーノ伯であった、グイダントーニオ・ダ・モンテフェルトロとカテリーナ・コロンナの間に生まれた。1438年に、父が、1443年に、母が亡くなった後、最初は、彼の兄であり、ウルビーノ伯を継いだオッタントーニオに、次に、1444年に、オッタントーニオが暗殺され、後継者となった、異母兄のフェデリーコに養育された。1446年、12歳頃の時、ローマへ移り叔父である、枢機卿のプロスペロ・コロンナの庇護下で1年以上、過ごした。1448年、セラフィナは、ペーザロの君主であったアレッサンドロ・スフォルツァと結婚した。それから10年の後、アレッサンドロは、自堕落な生活に陥り、セラフィナを虐待するようになった。アレッサンドロは、セラフィナをペーザロにあった、クララ童貞会の修道女になるよう強制した。1475年、セラフィナは、ペーザロの修道院において、女子修道院長に選出された。1478年に、同修道院で死去。死後数年の後、セラフィナの遺体は掘り出されたが遺体は損壊されておらず、ペーザロ大聖堂において保存されることとなった。ありがとうございます。